はい、ブリワン。レッツエンジョイジャバカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日はですね、リクエスト動画割安算ということでちょっとやっていきたいと思います。えー、まず1問目、えー、下から行きましょうか。まず下から行きましょうか。えー、この問題ですね。33,490割る34。えー、上の問題、小数がついてる問題も一緒なんですけど、まず答え、えー、答えが、 何桁になるかっていうのをですね、えー、すぐ、答えがすぐ何桁なんだよっていうのをですね、パッと見でわかるようにしてみてください。じゃあ、それをするためにはですね、この右側の、えー、割る数、えー、左割られる数に対して右側の割る数ですよね。えー、これの桁数、えー、34、2桁ですよね。同じ桁数をまず見るんですね、34。 えー、33の中に34ないですよね。ない場合はもう一桁、えー、ずらします。もう一回なかったら次は必ずありますんで、えー、覚えておいてください。そうすると、ここから答えが入るわけですよ。ここから答えが入って、答えは、じゃあ、えー、3桁なんだと。えー 三桁になりますよというのが、まず一発ですぐわかるように。そうすると、次やることは、334のここに答えを書きますから、334の中に34が何個あるかですよね。で、九く 9,、えー、9ですよね。9個。 9書いちゃいます。で、そうすると、くさん27くし36なんで、306引いてあげるんですよね。そうすると、28が残りますよ、と。えー、その次は289の中に34が何個あるかですから、えー、3721、えー、え、34、3927、9はないですね。8ですか。 3波2三十二一七ゼロ残るわけですよね。えー、そうすると、えー、残り5ですよね、もう。だから答えは985と。もう、この流れでやっていくと、もう答えのボリュームが3桁なんですよと、えー、すぐわかります。そうすると、えー、桁が、例えば、あのー、間違ってたらすぐ間違いに気づきますからね。 はい。じゃあ次、小数点がある場合ですね。これ、え割、ー、ら、割る数が2桁なんですよね。けど、えー、小数点の前、8しかないから1桁なんですよね。もう、この段階で1以下なんですよ。ですから、0点って書いてあげます。それによって、えー、小数点。答えを0点すると、小数点を1個。 こちらにずらせますから、それ覚えておいてくださいね。まあ割り算なんで、えー、10倍した、えー、こっち10倍したら10分の1倍になるっていうような感覚ですね。で、あとはもう普通に、この場合はもう小数点で桁数これで決まりましたからね。えー、こっから後ろに答えを変えていけばいいんです。もう小数は無視ですよね。で、88の中に、えー、15が5か、 5ありますと。六はないですからね。五1が、二十五十3残りますから、1、3残って、1、3、6の中に今度は、十五ですね。9ですよね。で、9、1が、9、9、5、4、十5そうすると、この16が残るんですよね。そうすると、1ですよね。で、この段階で、残り1ですから、次は0なんですよね。 えー、そうすると0.591、0が確定した段階で、まあ小数点第3位まで求めなさいというような多分指示が出てると思いますので、ここでも切り捨てと、えー、これで計算が終わりますという感じですね。で、割安座、まあ、ちょっと小数点があって少し複雑だと。で、桁数が多いという場合もですね、 まずは答えが、えー、答えのボリューム、答えが何桁になるんですよというのを最初から、最初に探ってもらえばですね、あとは普通の割安算,算と同じですからね、安心してできると思います。はい、えー、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。